で次はちょっと発表以外の懸案ですが、はい、うん、群馬の森の朝鮮人労働者追悼碑を強制代執行で撤去するという方針が示されております、はい、うん、知事として、どういう判断でそういうふうに立ったのかをちょっと改め説明していただきたいと思います、はい、私がコメントする前にまず担当部長がしっかり経緯を説明したいということなんで、どうぞ真庭さん。はい、県の政治部長の真庭と申します。群馬の森の追悼碑、こちらにつきましては最高裁判所の決定によりまして確定しました。東京高等裁判所が示しますように設置者が開催した追悼式典におきまして宗教的政治的行事が及び管理を行わないという条件違反を行ったことによりまして、公園施設としての都市公園を公用の公用を全うする機能が喪失したと、それに伴いまして都市公園法における公園施設に該当しなくなった。で、公園施設に該当しなくなった追悼碑を依然として公園内に存置するということは著しく公益性に反するということで、今回相手方とも丁寧な交渉してきたんですけれども、なかなか合意に至らなかったという中で行政代執行をせざるを得なかったというふうに考えてございます。ちょっと私のコメント、まあ、今のが本当に何て言うんでしょうか、この代執行を決意した背景なんですけども、かなり丁寧に相手方にも説明させていただきました。そもそも担当部の方からはもうちょっと早く、進めたいということだったんですけども、私の方から、もう少し丁寧に説明をしてほしいということでですね、かなりのプロセスをですね、まあ、ある意味その、交渉といいますか、いろいろ調整の期間を延長して、やってまいりました。まあ、その中には例えば、代替地の提案とかもですね、いろんなことがあったんですけども、まあ、結局ご了解得られないという中で、まあ、最高裁の判決に、基づいて、まあ、法治国家ですからこれも粛々とやらせていただくしかないと、こういう結論に至ったということです。今著しく公益に反するという解釈がありましたが、まあ、著しく公益に反さない限り、まあ、代執行できないとは思うんですけど、その辺どういうふうにどういう公益に著しく反しているのかをちょっと詳しく教えていただけますか。私からよろしいですか。どうぞ。都市公園法の中で都市公園における施設というのはある程度限定列挙されてございます。で、追悼碑につきましてももともと文化共用施設という施設として許可をしたと。ただそれが文化共用施設とするためには政治的宗教的な活動をしないという条件の下で許可をしたということがございます。それに伴いましてその違反活動が繰り返されたことによってその文化共用施設ではなくて清掃の施設、対象の施設という形になってしまったことから公営施設にそぐわないということで公営法で認められております施設でなくなったということから公園からの除却というのが当然行うべきと、逆に言うと公益施設でなくなったものを公園に存置することが公益性に反するというふうに考えてございます。それは現在でも公益性に反する施設にな公園法に基づくものではないという理解になっているという。おっしゃる通りです。それはまあ紛争時はともかく紛争時から現在にちょっと時間経ってからもなっているというのははなって、今そういう大きな騒動が特にないような状態だとは思うんですけど、それでもやむを得ない公益に放置することが著しく公益に反するという判断をしたところをちょっともうちょっと詳しく説明していただけると分かりやすいんですが、当時その問題があってそういう裁判も起こされて、で碑そのものが今はその対象ではないという話もございますけれども、それ時点その行為があったことによってもうすでにその碑そのものが政治的な紛争の対象ということになってございますので、それがそのことは時代が経過してもその碑の持つ意義づけというのは変わりませんので、公園施設には該当しないという判断をしてございます。知事も特になんかコメントがあれば、はい、今の説明が一番合理的ですし、なんて言うんでしょうか、我々が判断した理由を非常に明快に説明しているというふうに思います。幹事社から以上になります。はい、他にありますか。どうぞ宮山さん。
次に中内さん NHK どうぞ。情報新聞社宮村です。よろしくお願いします。まあ、ついて日に関連してなんですけれども、うん、まあ、知事は多文化共生社会の実現についてこう目指していると再三おっしゃっております。でまあ、その中で、追悼費云々は別としてですね、労務動員があってそういう厳しい環境の中で労働させられていた朝鮮人の方々がいらっしゃるとい う, こう不幸な歴史についての受け止めはどのように受け取っていらっしゃいますでしょうか。はい、それはもう日本政府の立場と同じです。わかりました。はい、ありがとうございます。具体的に言うと どういうお立場という日本政府の日本政府が対応取っている対応と同じ考え方です。わかりました、ありがとうございます。すみません、じゃあ別の案件で、まだこれも案件外なんですけど、安倍派とか岸田派、二階派のが派閥の解消をついて発表しています。まあ、一方でその新しい集団を作ろうという動きもあるようなんですが、この辺に関して知事として受け止め伺えればと思います。知事なので政治家としては言いたいこといっぱいあるんですけども、ちょっとその気をつけて答えないと、すぐ宮村さんにいろいろと誘導されて余分なこと言っちゃうんで、まずやっぱり国民に不信を招いてるっていうことは事実だと思うんですね。でこの問題前も申し上げましたが、まあ、よく政治家を今政界から引いた人たちがいろいろ言ってるんですけど、私はそういう気持ちにはなれないです。私は国会議員だった時代が24年間あって、その間10年以上安倍派に所属していました。でキックバックをもらったことはありませんが、少なくとも政治家としてそのルールの中で、まあ、私が何か言ったからといって変わったか分かんないけど、やっぱりそのルールの中で私もその政治活動をしていたということで言うとですね、これとても一言とは思えないというふうに思いますし、まあ、その点は反省すべき点もあるかなというようなというふうに思っています。そこでやはりまあ、これだけのやっぱり国民から不信を招いたということから考えると、まあ、派閥を解消するという議論は、ね、いろんなことがごっちゃになっているんで、理論的に言うといろいろおかしなところもあるかもしれないけど、とりあえずはまず今その派閥を解散するというのは国民にとっては非常に分かりやすいメッセージなんじゃないかなというふうに思っています。あとはまあもうこれ以上言わないようにしたいと思うんですけど、派閥っていうものはなくならないと思うんですよ、人間社会では。その今の派閥っていうのは何が問題かっていうと、やはりその持ち代を配ったりとか、あるいはパーティーをやってお金を集めたりとか、あるいは人事の時に、まあ、はっきり言ってその派閥が交渉するとか、こういうところだと思うんですよね。でこういうものが本当になくなれば今の派閥の機能っていうものは基本的になくなるので、派閥にいるメリットっていうのはなくなっていくんじゃないかなという気がしています。ただ岸田総理が、まあ、率先されて派閥を解消されたと、まあ、これは国民の感情からいけば、特に私は今政界からちょっと離れたところから見てると、これはこれで一つの考え方かなというふうに感じています。わかりました、ありがとうございます。すみません、ちょっと追悼費の関係で具体的な大執行のスケジュールとか教えていただけるものがあれば伺えればと思うんですが、どうぞ。じゃあちょっとまずはこちらの方。はい、県水部長です。手続きにつきましては基本的に行政側からは公表は差し控えさせていただいてございます。ただ昨日なりその前に相手方から公表されている事実というのは認めさせていただくという形になると思います。わかりました。では、まあ、29日から、大執行に入るということは認めるということ、はい、向こうの報道通りという形で、はい、わかりました、ありがとうございます。どうぞ中尾さん。NHK の中尾でございます。またちょっと私も全く発表外からなるんですけれども、はい、今日付で鳥インフルエンザ の搬出制限というのが解除されました、うん、はい、そのことに対する知事の受け止めまずお聞かせください、はい、まずは、今回鳥インフルエンザ3例目だったと思いますけれども、県庁職員正月元旦から動員しました。まあ、これはもう当然のことだと思うんですけども、本当によく頑張ってもらって、まず県庁職員には本当にお礼を言いたいと、これは当然のことなんですけど、県民から見れば知事としてはまずそう感じています。それからいつもの通りですけども、建設業界とか、中心にね、例えばバス業界もそうですし、ペストコントロール協会もそうですし、まあ、運輸関係といいますか、もうトラック協会もそうですけども、こういう皆さんのご協力もいただきながら、もう農協もそうですし自衛隊にも入っていただいたので、なんとか防疫措置は終了したということで、残っていたところもほぼ終わってですね、まあ、こういう状況になったということは大変良かったというふうに思っています。
ただもう、いつも言ってるように、豚熱も鳥インフルの日も去ってるわけじゃないので、やっぱり今回もですね、多分、国のチームが入って今検証してるので、どこまで原因が、判明するかっていうのは分かんないですけども、ここからしっかり学んでですね、やはり二度とこういうことを起こさないように、なかなか難しいんですけども、とにかくリスク管理を一生懸命やっていくと。当然、農家の皆さんにもお願いしなきゃいけないし、まあ、県としてもできる対策をしっかりやっていくっていうことかなと思います。農政部長何かありますか？ちなみに今後の警戒や対策について何かお考えはありますでしょうか？はい、それは今までもう毎回、こういうその事案が発生するたびに、まず政府の検証なんかもしっかり見極めながら対策を打ってきたので、まあ、今までもいろいろやってきてるんですよね。石灰撒いたりとか、かなりやってきたつもりなんですけど、また起こってしまったということなので、まあ、よく原因を分析した上で、本当にさらに追加的に必要な対策があれば、またよく検討していきたいと思います。ありがとうございます。どうぞ、田所さん。その後、朝日の高井さん。毎日の田所ですけれども、追悼費の関係で2、3あるんですけれども、はい、なぜこのタイミングかということについて、冒頭でもう少し早くやるところをこう丁寧にするということで少し遅らせたという話だったんですけど、はいはい、あるいはもっと時間をかけるっていうやり方もありうるかもしれないので、はい、なぜこのタイミングになったかというのを教えていただけますか？はい、ちょっと細かい経緯はまず部長の方から説明をしていただいて、その上でちょっとコメントしたいと思います。はい、ちょっとすみません、昨年の4月だったかと思うんですけども、判決の方が確定いたしまして、はい、その後約6ヶ月9ヶ月ぐらい相手の方といろいろ交渉させていただいたと。でその交渉の過程でうちの方、先ほど知事からも出たんですけれども、代替地の提案をさせていただくとか何度か交渉する中で、なかなか相手の方もそこが受け入れられない、群馬の森にあることがいいという中で、またその尊重を求める訴訟ですとか、そういうことを起こされたという中で、うちとすれば都市公園法に基づきます、まず撤去命令を出すことによって相手方にその撤去を促すと。でそれについても期限を設けてやらせていただいて、それでもなかなか動かなかった。それでその後の戒告という形になってございます。ですので、うちとすれば話し合いをして十分にも見込めなくなった。それに伴って都市公園法に基づく手続きを開始した。それでもまだ動かしていただけないんで、行政代執行法に基づきます戒告を出して、今回の代執行令書の発出という形でステップを踏みながら、ある程度期間を設けて相手方と交渉をして、相手方が納得いただけないというのが確認できた時点で、次のステップに進まさせていただいているという形になって、今の時期になったというふうにご理解いただければと思います。わかりました。あと今後の対応なんですけど、撤去時に市民団体が、物理的な抵抗はせずに見届けたいみたいな意向があるようですけれども、県はそれに対してどう対応するんでしょうか？うちのすれば昨日の守る会側の記者会見の報道という形で承知しておりまして、相手方からの正式な申し入れというのはございません。ですので今県とすれば対応を考えておりませんので、通常で考えれば立ち入りは難しいのではないかというふうに考えてございます。じゃあ申し入れやったらまた検討するって感じなんですか？検討はいたしますけれども、はい、県のスタンスとすれば立ち入りは難しいというのが今のスタンスになります。田中さん、今部長が言った通りなんですけども、まずはそもそも公益に反する状況がずっと続いているわけで、これ一日も早くしっかりとこれを正さなきゃいけないとずっと知事として考えていました。これはやはり法治国家としてもだし、ここできちっとやはり行政のリーダーとして判断しなきゃいけないっていう中で、担当部の方はもうちょっと早くっていうのを、とにかくギリギリまで丁寧に議論してほしいということで伸ばしてきて、最初からマックスでもここまでって決めて、その時にやってきたんですね。でも、ここまでが限界っていうか、そもそも、できる限り早くやらなかった、できるだけ早くやるべきだっていうところを伸ばしてきてるので、我々が考えたタイムリミットのところまで来たので、これはここでしっかりやらせていただこうと、こういうことです。それからずっと丁寧に説明をしてきたんですけども、なかなかこれ以上やってもご理解を得られないという判断をして今になったということです。県が考えたタイムリミットって昨年末とかどこら辺だったんですか？県が考えたタイムリミットっていうのは、そもそもできるだけ早くやりたいと思ったんですけども、少なくとも半年とか
あるいはそれ以上のいろいろそのなんか交渉期間を取ってくれということで伸ばしてきたので、我々が考えているタイムリミット、もうここはギリギリなんです。ここら辺ぐらいまでにはもう、いろんな努力をした上で結論を出そうという方針でやってきたので、粛々と、最高裁の判決に従ってやらせていただくということです。部長に細かい話なんですが、撤去した日の引き取りを市民団体に求めているということで、具体的にどんな手順でどこに持っていくかというのは今のところどんな方針なんでしょうか。これについては当事者間の話になりますので、こちらから公表するつもりはございません。はい、わかりました。あと知事にお伺いしたいんですけど、今日午前中に社民党の東京の党の方が要請書を持ってきたということで、韓国が反発することなどを念頭に置いているのかと思うんですけど、国内外に悪い影響があるんじゃないかというような要請書だったんですけど、それについては受け止めはいかがでしょうか。はい、まず、東京、社民党の方でしたっけ、はい、要請が来たっていうことはちょっと伺いましたけども、そもそもこの問題は、東京の社民党の方々が決める問題でもないし、それからその韓国政府の意向で決まる問題でもないと。これは知事である私の責任で、これ決めるべき問題だというふうに思っています。それからその外交への悪い影響っていうんですけど、まずその外交ルートでなんか話は来てませんので、今の段階でそういう事態が起こるというふうには思っていません。はい、以上です。どうぞ高木さん。朝日新聞の高木です。引き続き追悼碑のことで、はい、お聞かせいただきたいんですけれども、はい、まずちょっと物理的なことでお伺いしたいんですが、撤去のスケジュールが、1月の29日から2月11日と結構長く取られているのかなと感じたんですが、実際にはどのくらい その作業日数がかかると見込んでおられるんでしょうか。細かいことは申し上げませんけども、その期間示した期間がかかるというふうに考えて、この期間を大使高齢の期間ということで定めさせていただいています。あと撤去費用が3000万円と通知に書かれてありましたけれども、建立したときには570万円で建てられて、撤去するのに3000万と聞いてちょっと驚いたんですけれども、内訳ですとかそのように膨らんだ理由というのは何かあるんですか。あくまでもこれ当事者間、うちが守る会に対して説明する内容であって、公表する内容ではないと考えておりますので、この場では差し控えさせていただきたいと思っています。はい。で、1月29日からということで、日が迫っていますが、実際に、工事される方々の入札等はもう済んでいるという状況なんですよね。準備は進めさせていただいています。はい。で、先ほどから認識等々で質問を重ねる形で恐縮なんですが、まず知事にお伺いしたいことがあります。はい、うん、日を撤去することで植民地支配した、当時の歴史を消す行為に、つながるのではないかとか、歴史修正を加速させてしまうのではないかという懸念が、ありますけれども、うん、知事としてはこのあたりどのようにお考えになってますか。はい、まずそこら辺の経緯も一言だけ言っていきます。はい、ずっと今まで県が主張してきたことを言った上でちょっとコメントしたいと思います。わかりました。私どもとすると追悼碑の碑文そのものについては外務省も含めまして設置当時協議をしてきたものでありますので、日朝日韓の友好の印として建てた碑ということに、その碑そのものに対して変わったということでは考えてございません。ただ先ほど申し上げている通り、やはりその追悼式の中で政治的発言をされている、宗教的な発言をされているということで、非そのものの持っている意味合いが変わってきてしまった。そのことに伴って今回は撤去せざるを得ないという形なんですので、その過去のそういう過ちというか過去のことに対するものに対しては何ら否定するものではないというふうに、撤去そのものがその否定につながるものではないというふうに考えてございます。もちろんその碑文のですね、中身を見たこともあるんですけども、これはもう武井さんもよくご存じだと思うんですけども、その日韓日朝の友好を目的とした
ったものだということで、これ自体に何か問題があるとは思ってません。ただもう何度も説明している通り、あの設置者によって一応許可条件ルールを決めたのにもかかわらず、それに違反する行為がですね繰り返し行われて、まあこの設置目的が日韓日朝関係、友好関係の推進というところからですね、やっぱり外れてしまって、まあ、存在自体がもう論争の対象になってしまったと、いうことが最大の問題だというふうに思っています。分かりました。で、先ほど毎日さんからの質問の中でタイムリミットの話がありました。はい、で、ちょうど2月7日に新しく守る会側さんの方が、県を提訴した裁判が始まるというタイミングだったですけれども、この前に、撤去の、日取りを決めておられるというのは、それは司法でこれ以上長引かせたくないという、そういうご判断だったんでしょうか。どうぞ。特にそういう意図は全然、全くございません。ただうちとしましては、一番最初に行われた追悼碑の裁判で最高裁の判断が出た、その判断に基づいて行政手続きについては粛々と進めている。で、今起こされている裁判につきましても、執行停止の申し立てが2件、都市公園法の移設的撤去してあれと、大執行法の開国、こちらについて執行停止側求められているんですけども、これについてはすでに棄却、却下がされておりますので、うちとすれば別法ではありますけれども、前の手続きに基づいて粛々とやるということで、今回の5つとは切り離して考えてございます。今の話もこれも大臣さんよくご存じだと思うんですけど、ちょっとここにメモの見るとですね、あれですよね、この、撤去命令の執行停止の申し立て、1月22日に、それからこっちの、開国の執行停止の申し立ては、1月24日に前橋地裁から申し立てを却下する決定があったということで、新聞報道でしか分からないんですけど、設置者の方々が、この前橋地裁の却下決定に対して即時抗告を行ったというふうに伺っています。で、残る3件の訴訟ですけども、確か3件とも2月7日でしたっけね、メモだとそうなってます。第1回の口頭弁論があると聞いてますけども、我々としては追悼碑がこの都市公園法における公園施設に該当しなくなったということは、これはもう最高裁で決定しているということで、県としてはこの棄却を求めて、ここではしっかり主張していきたいと思っています。分かりました。で、さらにすいません、知事に質問なんですけれども、はい、戦時中にその植民地支配で、お亡くなりになった方、県内の労働現場で、亡くなった方々がいらっしゃいますけれども、そうした、歴史的な事実をに知事として、疑問をお持ちなんですか。要するにその戦時中に県内の過酷な労働現場で、お亡くなりになった朝鮮人がいらっしゃるという歴史的な事実に対して、疑問をお持ちということでは。いや、疑問を持ってるというよりは、それも、さまざま、例えば新聞報道があったりとか、さまざまな、なんて言うんでしょうか、情報があっても、確実に、それを証明する、そういう、ところはなかったっていうのは国の、多分、主張だと思うので、私の感覚はそこと同じだということで、基本的に戦争で、日本人が特にですね、アジアの植民地の方々を苦しめたと、これについての反省は安倍総理も繰り返し述べられておられるので、ここは全く同じ考えです。わかりました。はい、では追悼碑の撤去で、その、実際に心を痛める方もいらっしゃると思います。で、経済交流を結んでいくにも、信頼関係というのは大切なところかなと感じますし、その一つが、歴史認識のところでもありますが、そうした方々へ の知事なりに何かメッセージがあればいただきたいです。いろんなお考えがあることは分かってるんですけども、やはりこの法治国家の日本において、この裁判を通じてですね、お互いのいろんな主張を議論してきたと。
で、まあ、この最高裁で決着をついたと、つけた、つ、あ、がついたということで、まあ、これはもう、法治国家でもありますし、この、やはり最高裁の結果、つまり、なんか、議論の中で、まあ、静かに佇んでるから、そのままでいいじゃないかって言うんですけど、静かに佇んでいたら、そもそも裁判にもなってないし、最高裁の判決も出てないと思うんで、私もそこは全てだと思うんですけども、まあ、これに従って、粛々とやっぱり大執行することについてはご理解をいただきたいと思いますし、その目的はさっき言ったように、この、まあ、韓国との友情とか、を、そのなんていうでしょうか、目的にしている、この日朝に、日韓関係の友好を目的にしているということ自体には問題は特にないと思ってますけども、やはりその後の、まあ、いろんなこうルール違反、みたいなことが発端なんだということはぜひご理解をいただきたいというふうに思っています。わかりました。ご説明ありがとうございます、はいはい、よろしいでしょうか、はい、どうぞ、はい、TBS テレビの日下部と申します、はい、この記者クラブに常駐しておりませんので、よく聞いております。いくつか重なる質問があるかもしれませんが、ご容赦ください。はい、知事は何度かこの追悼碑ですけれども、はい、群馬の森の追悼碑訪れたことはあるんでしょうか。はい、あります。どのような印象をお持ちになりました。まあ、碑文について言うと、うん、この、日韓関係、日朝関係、この友好を、深めるための碑文だと、そういう中身であるということを確認をさせていただきました、うん、はい、群馬県の方もね、今回この追悼碑を建立するにあたっては随分踏み込んだ、作る方のグループと随分話し合いをして、いわゆる県有地にこういった施設を建てるっていう、これは一つの英断だったと思うんですけど、それを同じ群馬県が撤去するっていうのは知事としてどういうふうに受け止めますか。はい、当初のさっき言ったように目的は、うんうん、決して、なんていうんですか、間違ってるとか、なんかこう、この当初の目的についてクレームをつけるつもりはないんですけども、やはりそういう目的で作ったものが、さっき申し上げた通り、やはりその設置者の方がですね、この、まあ、設置許可の条件に合わないことを繰り返す中で、これが政治的な論争に発展しまったということで、が問題なのであって、まあ、いろんな、そこも含めた状況から考えると、お碑をそのままそこに置いとくっていうことはですね、公益に反すると思いますし、もう一回言いますが、この日本の、まあ、仕組み、法治国家である日本の仕組み、つまり最高裁で判決が出たということを踏まえて、知事として必要な行動を取るというのはもう当然のことだというふうに思っています。一方で、あの日をめぐってはですね、あの日は、あの追悼碑は反日的である、書いてある内容もデタラメじゃないかと、どこに犠牲者がいるんだ、証拠出してみろみたいなグループいますね。この意見については知事どう。私はそういう考えは持っていません。もう一回言いますが、うん、日をそのなんか、あの日が作られた目的、それについては県としても否定はしておりません。その目的のもとで、しっかりと運営されていればこういう問題はなかったかもしれませんが、さっき言ったような理由で、今や公益に反する存在になってしまったと。でそれについて、民主的なプロセス、裁判という民主的なプロセスでしっかり議論した結果、最高裁で、判決が出たと。それを踏まえて、しっかり対応していくと、こういうことに尽きると思います。ただやっぱり非常に気をつけなきゃいけないのは、県民や一般の日本の人たちに対してですね、非常に間違った信号、シグナルを送ってしまうんじゃないかと。ほら、やっぱり、一部グループが言ってる通りね、あれは反日的な追悼碑だから、あの内容は嘘だから、群馬県も撤去に踏み切ったんじゃないかというふうに受け止めるね、人も非常に多いと、私は非常にそれを危惧してるんですけど、知事はいかがですか。その点については、今日もこうして記者会見の中で、今日も草壁さんから の, 質問に答える形で、しっかりとやっぱり県民の皆さんに説明をしていくということです。あの追悼碑を撤去する理由は、今日本部長にも、うちの担当部長にも来てもらいましたが、先ほど申し上げた理由であって、あれ自体が反日だとか、今言ったような理由ではありません、はい、それだけは明確にしておきたいと思います、はい、あともう一つ、やはりこう群馬県としてですね、非常に知事をご存知のように発電所とか
中島飛行場とかですね、多くの、まあ、朝鮮人、あるいは中国の方が動員されたわけですよね。それはなぜかというと、戦時中、やはり日本の若者はみんな戦場に引っ張り出されて、このまま国内の、いわゆる戦争を継続させるための体制というのは、彼ら外国人の手、まあ、当時、朝鮮、韓国は植民地でしたけれど、彼らの手を借りなければですね、日本は戦争継続できなかったわけですよね。その点のことをですね、きちっとこう戦争の本質を伝えるためにもですね、これは国の方針とか国の見解と同じ通りだじゃなくてですね、やっぱりそれぞれの県にそれぞれのケースがあったわけですから、それはきちんと伝える必要があると思うんですが、いかがでしょうか。はい、先ほど草壁さんからもご質問がありましたけれども、知事として、この、火を撤去すると決めたのは、先ほど申し上げた通りの理由です。ですから、もう一回言いますが、最高裁の判決に、しっかりと踏まえて、まあ、行政の長として、必要な対応を取らせていただくと、もうこれに尽きると思います。この歴史認識のですね、はい、将来に対するこう引き継ぎみたいな点はどうなんですか。歴史認識の将来の引き継ぎっていうか、まあ、ここは今言ったように、その歴史認識の問題ではなくて、はいはい、そもそも決めたルールが破られたっていうことが原因なので、この日を撤去する、いうことと、うん、歴史認識をねじ曲げるみたいなことは、私の中では全くつながっておりません。それだけ申し上げておきたい。それはわかります。はい、じゃあ知事として別の方法でこう群馬特有のね、こういった過去のについてですね、こう県民に若い世代に引き継いでいく何か考えっていうのはありますか。それはまあ、国としてのいろんな方針っていうのは国の方がしっかり示していけばいいと思うんですけども、うん、はい、知事として今草壁さんがおっしゃってる今回、まあ、はっきり言ってその設置した時の条件と違反したことが繰り返されたことによって最高裁で、判決が出た、その最高裁の判決に基づいてこの日を撤去するということについて、この日を撤去するから特別に今言ったような歴史の話をこれを契機にあえて、なんて言うんでしょうか、まあ、知事として発信するみたいなことは考えてません。あえて際立ってしまうから、はい、ということですね。はい、はい、分かりました。ありがとうございます。すみません、はい、どうぞ羽生さん。すみません、ちょっと追加で質問させていただきます、はい、現時点で大執行に反対するような抗議のメールとかが何件来てるとか、もし分かればちょっとそれ教えていただきたいんですが、どうぞ。もし、はい、うちの方には特に把握はしておりません。逆に撤去を求めるメールだとかそういうのも来てまして、ちょっとうちの方ではその件数まではちょっと今詳細の数字を持っておりませんので。分かりました。あと先ほどちょっと毎日さんの質問で相手側の立ち入りの希望はちょっと難しいんじゃないかみたいなお答えあったんですが、ちょっとその理由を教えていただいてよろしいですか。強制代執行で相手方の立ち入りを求めなければいけないという規定が当然ないという中で、うちとすればより安全に速やかに撤去という中で立ち入りは認められないだろうと。まあ、2週間ぐらい期間あるわけですけど、はい、そのどのタイミングでも難しいというと思ってます。それはかなりそんなに危険性の高い工事ということなんでしょうか。工事というよりもその相手方が入ることによって他の方が入る可能性も出てきてしまったり、いろいろその公園の管理上支障が出るというふうに判断してございます。ただまあ今それは今時点のものなので、またいろいろ検討はしたいと思いますけども、うん、現時点ではそういうふうに考えてございます。要するに誰も入らない状態じゃないとちょっと安全に工事できないというふうに判断しているということでしょうか。おっしゃる通りです。わかりました。ありがとうございます。はい、よろしいでしょうか。今日はですね、ちょっとこの追悼碑の問題が主な議論になってしまったんですが、まあ、この記者会見結構最近多くの県民の皆さんも、はい、ご覧になってますし、特に経済人の間の視聴率が高いということも、改めて分かったんで、申し上げますが、今日の問題はですね、今日お答えさせていただいた通りに、私が知事の責任で、この最高裁のこの判断に従ってですね、粛々とやらせていただきたいと思います。この点はぜひ県民の皆様にもご理解をいただきたいというふうに思っています。寒い日が続いてますけども、先週も申し上げましたが、やっぱりその朝起きて本当に寒いなと、
思って、床暖だけでといつも頑張ってるんですけども、どうしても暖房を入れてしまうと、その瞬間、それから毎日私は、どんな寒い時も夜散歩するんですけども、本当に風が冷たいなと、昨日もとっても寒かったんですが、そのためにですね、やっぱり被災地の、皆さんのことを思い出します。何日か前に長谷知事に電話をさせていただいて、本当に大変だと思うけど頑張ってくれと。で、まあ、皆さんご存知の通り、その孤立集落は実質的になくなったということですけども、まだ避難所で本当にその不自由な生活を強いられている方々がおられるということで、長谷さんにはですね、群馬県は一応その避難者の方々に対して、例えば県営住宅とかですね、あるいは県内の旅館ホテル、おそらく1000室以上確保しているので、もしニーズがあって必要があればぜひ使ってくださいというふうにメールしたら、長谷大臣、知事の方からメールが返ってきて、ありがとうと、一応こことここの部が担当なんで知らせてほしいということで、今まあ、事務方にも行ってですね、今連絡を取っているところです。まあ、県内のいろんな団体とか、ここの皆さんにも例えば現金給等々を通じて協力をいただいていますが、皆さん何度も申し上げますが、これは決して人事ではありません。やはり群馬県としてはこれからも、被災地の皆さん、多分ひどい被害だったんで相当復旧に時間かかると思うんですが、できる限りの支援をですね、させていただきたいというふうに思っています。寒い日は必ずそのことをぜひ皆さんに思っていただいて、ぜひ県民の皆様にもですね、この群馬県の被災地に対するさまざまな支援に、ご理解とご協力をお願いしたいというふうに思います。今日も冒頭の説明は短かったんですけども、少し議論が白熱して長くなってしまいました。記者の皆さんには、今日も最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。これにて今日の会見を終わらせていただきます。